ゲーム好きのゲーム好きによるゲーム好きが集まる同好会、それがシクラ千代丸の電人同好会。さじさんということで、ごきげんよう。会長のシクラ千代丸です。いやいや、拍手がまばらまばらって来るが一人次の準備してた。次の準備は何なのあいつら。次の準備してた。あいつら何なの、はいはい、そして副会長の柳原と OB の高橋でいらっしゃい。おい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 、君たち見てみろこの寂しそうな顔すいません、申し訳ないですけど、はい、通りすがりの山本です。よろしくお願いします。リハ出ないとこんなにいじめをいじめを受けるの。いじめじゃない、そんなことない。だって今のは完全なるいじめじゃないですか。違う、ちょっと忘れちゃってただけです。で、千代丸さんの意向をちゃんと勝ってやり、うん、みんな言うこと聞いただけです、うん、だからやったらいいです。もう一回言いましょうか。もう一回頭言ってみたらどうですか。はい、大丈夫です。じゃあ改めてお願いします。ごきげんよう、会長の志倉千代丸です。いや中止帰ろう撤収。いやいや、ある意味100点ですよ。だ、ね、ある意味100点です、うん、これですげえ拍手切っちゃったらちょっと、うん、どうしようかなと思って、はい、よくできております。そうそうそう、さすが300回マジか、素晴らしい、ね、いきなり方でみんなで作ってる番組ですからね。そういうことですね。スタッフもね。じゃあ満足したところで今日は何ですか。はい、今日はです、ね、あなたの言い方が一番なんかきつい。これええやねこれ言い方あるでしょ、ほんま。お前アミュレートのタレントでもあるんだからな。いやいや、そうです。今日はですね、はい、現在発売中の任天堂スイッチ用ソフト、うん、ニュースーパーマリオブラザーズ U デラックス、うん、ニューでデラックス、うん、これをねみんなでプレイしたいと、はい、はい、ということでございまして、じゃあちょっと、うん、どういうゲームになってるのか、エラバルセイの2人ちょっと説明よろしく。はい、2010年2年に発売されたちょっと2010年2年ね10年2年ね10年2年2012年に発売された Wii U 用ソフト、うん、ニュースーパーマリオブラザーズ U と、うん、2013年に発売された Wii U 用ソフトニュースーパールイージ U の全コースを収録、うん、本作から特別な能力を持つキノピコとトッテンが仲間入り、うん、トッテン、アクションゲームの初心者からマリオシリーズに慣れた人まで誰でも気軽に遊べます。キノピコはキノピコ限定で出現するアイテムスーパークラウンを取るとキノピーチに変身、はいはい、2段ジャンプをしたりふわふわボバリングしたり穴だらけのコースも安心です。なんか落ちても復活するみたいになってた ね。はい、トッテンは敵やトゲにぶつかっても大丈夫な無敵のキャラクターです。そうなの、すごいじゃん。何のためにやるの。トッテンでええやん。トッテンがいいよ、ね、落ちたらあかんねんね。あ、そうですね、トッテンとか。さらにキノピコやトッテンはマリオやルイージに比べて滑りにくいのも特徴。ダッシュ中でもピタッと止まれて穴に落ちにくくなります。素晴らしい。メインとなるストーリーモードの他にも3つのモードが用意されており、タイムアタックやコイン集めなどのお題に挑むお題モード、強制スクロールのコースでタイムを競うブーストモード、うん、2人から4人で獲得したコイン数を競うコインバトルでも遊ぶことができます。なるほど、いいじゃないの。このトッテンはだって Wii U の時に、はい、あのトッテンが出てくるステージがあって、うん、トッテンバーッと走って逃げて、はい、トッテンを追いかけるっていう。敵だったんですか。敵だね、敵だね。もうずっとだから追いかけるんですよ、うん、はい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 、はい、だから多分関西的に京都的に言うとあいつがトッテンみたいな。あ、そのダジャレ、さすが京都、うん、ああなるほど、絶対だから取ってんなんでしょうね。なるほどなるほど、うん、あいつが取ってんっていう、ね、そう、なかなか追いつけないのよ、取って。なるほど、うん、なるほどね、そういうことね。それが使えちゃうと。そうかそうか、だから俺は分からんかったね最初ね。どういうことかな、ね、みたいな。なんだろうね、ね、なんでも聞いてよ、素晴らしい、さすがなんでも聞いてよ、いいでございますな、はい、さすが会長。さあ、それではきますか。まずは何から。はい、まずはストーリーから遊んでいきたいと思いますけど、キャラクター選択していきますよ。じゃあ山本、うん、ルイージです。おー、決定。じゃあ俺は、あ、俺はもう何でもずっとキノピオや。4つしか選べないんだ。キノピオ、うん、シカさん。じゃあマリオ、これ一人。じゃあ俺取ってん。あ
1,2,3,4 女の子か。これもいいね。でもトッテンどんなんかやってみようかな。じゃあだいぶ優しいな。トッテンが名人。 WiiU の時はだってキノピオしか選べませんでしたからね。はいはいはい。あ、そうですか。いいっすよ。ね、名人がとってそこからして違うんだな。よっしゃー。お、あ、お茶とた。あれ、とっておらん。あれ、なんでなんか来た。俺選べたよね、とって。敵だから一応どか隠れ。お茶会には参加しさせてくんねんだ。とって。盗ったやから。とってん、この中どっかに乗ってんでしょうね。ああ、多分乗ってん。乗ってん。乗ってん乗ってん乗ってん、とってん。乗ってんって言うもんね。乗ってんで、乗ってんで、乗ってん。あ、ピーチ。え、うん、あ、余計させられる。危ない。うん、めちゃくちゃすんの。え、痛い痛い、やばいやばいやばい。で、遠くにパーンみたいな。飛んでくわ。やびきー。あ、どんぐりみたいな。飛んで飛んで飛んで。回らない。あ、回ってる回ってる。うん、回ってる。メイジーその通り。これがヨッシーの、チビヨッシーみたいなことか。はいはいはい。うん、よう生きてたね。あ、すごい遠く。え、で、撮ってんのは？すごい流され、飛ばされちゃったね。え、なんかこうやっちゃった。今んとこキノピオですね。キノピオですね。キノピオでやんの？まあ、大丈夫、大丈夫。ほんま？うん。撮ってん、どこにおってん？せやな。なん？ほんまやで。どこおってん？まあ、いいっすけどね。すごい大軍団できましたね。撮ってん時は関西弁ですよね。せやな。無理。早く関西弁で喋ってみる。撮って使う時だけは。せやで。そうだね。いや違う。ダメじゃん。それもあのカーリングに近いけど、それとも違う。俺営業で大阪行った時に、はい、毎度って恥ずかしくて言えなくって、店行くたんびに。なんで出んの？なんか変なんですよね。あ、おってん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 。じゃあここから行きますよ。はい、おってん、ここにおってん、おってんな。始まりのどんぐり平原。ピーチはまたもや、あのクッパと一緒に仲良く暮らしてるんですね。そうですね、だからクッパとやっぱ一緒にいる時間が長いよね。ちょっとマリオのキノコ取ったの誰誰あのね、あのちゃんとあの人数分出るんで、あの棒つくばったりしない。ただ一人でどんどん先行ってんの誰。はい、すいません。ちょっと飛べるんよこれ。何が？ほら、わーほら。あ、ほんとだ。滑空できる、滑空。マリオ、はい、マリオ。あれ、見失った。ちょっと先、あ、いたいた。あ、ちょっと、あ、なんだよ、割らなくていいのに。え、なんで？しばらく風船のままってこともできるんだね。ほんとっすか。そうなんですよ。こいつの子出てくんじゃない？お、ごめん、あの、強制的に僕が。あ、行っちゃった。皆さんを。ちょっと。ご案内。何してん？ちょっとやっちゃった、頭。あー取りたい、あー取りたい、俺が取りたい、俺が取りたい、ちょっと待って、誰が勝手に出ていったん。ジャンプしたら出ちゃった。ジャンプしたら出ちゃったよ。何を言うてんの。カクカク、取ってんの。あ、で、食らっちゃった。あ、ダンスここか。ちょっと、あ、ちょっと、ちょっと、あ、ちょっと、あ、落ちた。よし、じゃあ私をふわふわしてようかな。あ、落ちた。え、落ちた、ほんとだ。コインだらけ。あ、ちょっと、イエーイ、コイン、コイン、コインが。え、これ、上だ。ヒュー。ミニダッシュの何が何なんだ。これなんだ。ミニダッシュ。これどう、滑空どうやってやんの。滑空はね、長押しです。ワック X の長押しです。滑空できないっすよ。滑空できないアイテムです。キャラなんですね。あ、一個一個、あ、ナイス。イエーイ。さあ、で、あ、出ますよ、なんか出ますよ、出ますよ、出ますよ。じゃ、あのごちゃっとしないで、あのみんなみんな、あのね、四個出ますから。で、あの上かっこいい。ちょっと邪魔なんだけど。ほら、落ちてくるの。滑空できないんだ、このキャラクター。え、なんか待って、これなんか、ほら、ほら、滑空できないね。あ、なにこれ。耳がついてないと滑空できない。なんか風船になっちゃった。滑空しながら落ち、風船ね、そのまま
しばらくここはみんなに任せようっていう時は風船のままでも大丈夫。これあるよ、キノコ。はい、あれか。もう終わりじゃない？ちょっと誰か待ってよ。いいねいいね、次のステージにちゃんと連れて行ってくれるから。あ、ごめん、一番下つちょっとちょっと。あ、いいねいいねいいね。どう、ちょっと行かなかったじゃん、なんでせーので行かないの。せーのは無理でも、ちょまるさんがさっき行くねんもん。ポンポンって行けばね。何これ。うん、でも一応連れて行ってはもらえる。もうめちゃくちゃだよ。うん、ちょっとちょっとだからちゃんと言う、ね、だんだんこれがチームが一丸となっていく成長する姿を見てもらいたい。なるほど、ね、マリオが何もちっちゃいからマリオにキノコあげようね。うん、はい、誰がちっちゃいの今。マリオ。じゃあ大丈夫、4個出てくるから大丈夫なの。ここ無視しとけばね。あ、フラワー欲しい。ファイヤーや。なんで取んねん2個。なんで俺にくれないの。、ね、もうでかい人は取らなくてもいいの。ワルイジ誰や。何個取ったやろ。1個しか取ってないよ。お前2個取ってんけど。私1個だよ。2個取ったわお前。ファイヤー状態でファイヤー取った。俺と俺に取ったら。ファイヤー状態でファイヤーを取るのをやめて。ここでも出るよきっと。ほら、出た出た出た。取るなっちゅうねん。そっちな、ほんま踏むなっちゅうねん。ちょっとさっきさ、時間取って。俺、置いてかれたよ。ほら、大丈夫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 だから。あ、自分の子いる、自分の子いる。いた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 。大丈夫だから、ね、そっち行ったらいかれへんって。ヤモちゃん、ヤマモちゃん、なんでよ。最悪やな。あのね、これね、問題はね、あの、そう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 、あの、復活しないと、誰か復活しないとやばいよ。あの一人でなって全員このね、ここから去ってしまうと、あー危ねえ危ねえ、ちょっと問題が起こるんで。早くあの向こう行きたいんだけど、あの取ってん誰かな、取ってんがね邪魔でね。あーちょっと、あーごめん、2つ落ちた。一緒に行くで。いや、あいあいあい、押さないでよ。取って、ちょっと待って、ちょっと待っとって。よし、行くで。ちょっと待って、詰まってるんですけど。よいしょ。何すんねん。大丈夫、落ち着いて落ち着いて。最悪や。これあのね、味方同士の当たり判定があるところもまた面白い。どんだけそこ、なんでそこで当てんねん。思わず火の玉出ちゃいました。ほら、敵じゃないからよく見て。ごめんごめんごめん、もうやめて。じゃあ触らないで。ちょっと触らないで。おい、山本、ちょっと山本さん先行って、うん、私一番後ろにいるんですよ。あっちゃい。あれ、おいおいおい、取っていけ。取って、こっち来て。え、これ、あれ、そこで測って。こんなもさっき言ったのか。いや、こんなとこめちゃめちゃあの難易度低いシーンなんで。お前せんといけや。ファイヤーがよ、滑り台でね。あー、ちょっと危ない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 よ。危ない、何も危なくない。いや、滑ってたから私。危ないね、ほんとだ。危ないんだ。ちょっとやぼっちゃっちゃ。うん、本当に危なかった。ここ滑るんだね。うん、取ってん、勝手に俺の。ちょっとやもちゃ、触らないんだ。なんであれすんで。あ、やばいやばい。ちょっと待ってよ、ちょっと。ここで待ってるよ。ここで待ってる。あー、滑った。待ってる、みんなを待ってるから。ありがとうございます。うん、あ、マリオマリオ、なんで取ってん、取るなや。違う、じゃん、落ちたらたまたま来てたんじゃん、今の。取って何してんの。え、下を、ほら、あ、まあ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 、これいらないでしょう、もうこの子にはね。いらないでしょう、無理して。時間あるから ね、200、あと200秒ぐらい、200、うん、うるさいうるさい、もう。はい、これはこれちょっと取って、ちょっと、はいはい、よっしゃ。チューしちゃう、チューしちゃう。いいよ、1個残しておある。残してあります、残してあります。取ってねえよ、なんも。取ってか取った。取ってか取った。取っていらんやんか。まあそうなんだよね。ダブルファイヤーとかないからね。何やねん。全く何もできないんだよ、これ。取ってん、取ってん、何もできないんだよ。なんで取ってんの。だから取るしかないんだもん、だって何もできねえから。怖い怖い。あ、ちょっと取った。ちょっと、この木の子の人。取ってんに踏まれた。ね、よいしょ。ありがとう。うわー、
マリオ、マリオ、マリオ、先行くなよ。また勝手に滑っていく。いやいや、うん、山本めっちゃ滑る、勝手に。取れな、取れな、あー取れなかった。取るな、ほら取って、優しい。だから待てや。ちょっとお前ちょっといけないよ。いけたいけた。ルイージが一番死んでませんね。何味方の命を犠牲に、まあね、7残ってますからね、うん、バトルロイヤルゲームって言われて滑るよ。ルイお前は滑るな。ルイ戻ります。うん、届かないんだよ、取ってあの高さ。届いてました。僕見てました。マリオに優先的に。ああちょい、やべ、この野郎。あとで覚えとけよ。やべ、あと 1機だよ。マリオ残り1だよ。俺に気遣ってみんな。なんでこれ、なんだ、どうして蹴飛ばされたよ。取ってもいいよ。あ、キノコ、マリオキノコだよ。取って取って何、動いてない、たまたま来たんだよ。いるところに。だから逃げなさいよ。なんでずっといんだよそこに。違う、逃げようとしたら誰かがぶつかってきたから戻ったんじゃん。今、ま、違うよ今。あ、みんなで行くよ、みんなで行くよ。みんなでは無理なのよ。だから行ける、行ける、まずいける。ああ、いやいや、だ押さないで取って。ほんで先行くんかい。みんなで行くんで。ああ、ダメだよ。やおっちゃん、やおっちゃん、みんなで行くし、先行くの。最低やな。行くって言ってんのに。ある程度時間があるから。山本最低。うん、その時間ね。みんなで行くよって言って自分落ちたら先飛びついてからに。お前ほんま最悪やな。うん、お前とは絶対キャンプとか行かへんから山登りとか。マリオはね、画面の中にすらいなかった。空中にいます。ひどいわ。いや、もう一個、次行きますよ。もう次行く、はい、そんなに。どっち、右上、右と上。あ、なんかストーリーみたいな、なんか開くんだ。ここでなんか言ってるね。泣くほど笑ってるやん。涙出ちゃった。あ、ほら、あ、悲鳴が。助けを求めてるよ、ピーチが。あそこに来てくれって言ってんだよ。うん、ニュー、ね、みんな使えるやつね。はい、オッケーオッケー。どっち行く、どっち行きます。右行くとちょっとミニゲーム的な感じですけど、まあまあやってみますか。あ、よし、やる。いやでもストーリー進めましょうか。ストーリーか、はい。あ、面白かった。いや面白かったよ、ね。やばい、俺1か。チームワークのなさに嘆くピーチだって。いや違う、あなたのせいでもう。誰フラワー持ってんの、羨ましいんだけど。いいえ、ちょっとさっきさっき行かんと言って潰される、潰される。大丈夫大丈夫、この辺で待ってるから、この辺で待ってるからね。上に行けた、上に行けた。ルイージが今ひよってるから、ちょっとみんな待ってあげて。いや、だ押すだって。ほら、だからマンド何を待ってた思てんねんお前。それ復活するよ。それ復活するからね。せえへんやんけ。復活するから、復活するから。これファイヤーで死ぬ、死なない、死なない、復活するから。潰して、潰しておけば大丈夫だ、ね、ちょっと滑って、あのピョンできないから。うん、誰か、どこ行く、邪魔やな。あれ、あの上の歯、それ取って。よしよしよし、やった。あ、もうこれ、はい、取って取って、はい、それもこれね、このアイスでいいんですよね。で、こっち、あ、こっちです、こっちです。あれか、大騒ぎ。はいはいはい、まあヘディング中でも落ち着きましょう。先行ってください皆さん。あ、潰されちゃうよ。取って、みんなめっちゃ、こういうホテルのドア難しい時あるね。はいはい、みんな待つ。上で待ってないでしょ。大丈夫大丈夫。これで俺置いてかれるの。置いてきませんよ。この後左の歯車に乗るよ。イエーイ。おー、お父さん、死んでない、死んでない、死んでない、お父さん、降りてきてくれれば大丈夫。もしくは、あ、まだいけるかな。トッテン、トッテンが今頑張ってるから、みんなこれ以上スクロールしなければね、トッテン頑張れるよ。そうそう、トッテン、トッテンはまだ生きてるから。生きてる。トッテンは今、画面には映ってないけど頑張ってるの。トッテン、そうそう、まったね、トッテン。で、マリオが、トッテンに注目しすぎてマリオがゼロになるんですね。
えらい。あ、R で蹴飛ばせるみたいな。これあの潰せるんですよ。あのジャンプ。モテるんじゃないの？じゃあのじゃお尻でね、お尻ででもできるしね。うん、下ジャンプ下でもできるし、うん、それ死ぬ。行きますよじゃあ。えい。取って無敵やからな。左行くで。行く？あ、左に行けばいいのか。うん、よいしょ。あ、マリオ、ちょっと待って。マリオ、あれ、俺いたの今。いましたよ。え、なんで？なんか一アップしたじゃん。マリオ？え？ああね。よいしょよいしょ。あれ、マリオいない。うん、今あの僕ゼロなんでこのステージ今まだ。お。またそれこそ2対1だから1人ずつ1人ずつ先たがお前。じゃあリーダーマリオスクワさん、え、これでまた左ね。そうね、ほらまた先行く。大丈夫、あそこで止まってられるから、全体像を見れた方が。そういいよいいよ。あのリング、なんかリングみたいな、リング取ったら取りたいですよね、うん、取って頑張れ。え、取ってこい。いいよ。取っていけ。取った。オッケー。あ、これか。これ取れば返せ。一人でいけ。頑張れ。いいよ、取っていいよ。いや。取って、全部取って。やったー。ナイス。帰っておいで。あー。オッケー。取ってー。足りねえんだよ、今。すげえ。取っては命をかけてね。取って面白すぎたよ、うん、今のは名人よかったね。天才的。千代丸さんと同じこと。あんだけ全員にアドバイスして自分がいなくなるのもう最高。あれどうなっても一気アップないのか。はい。これ100万。あ、取って、あ、取ってくれる。あ。であれ怖くていけない。あ、ありがとう、取ってこういうことかでしょ。あかんこれ無理や、こっち。ちょ、どうしたらいいの、どうしたらいいの。ここね。あ、痛い、やばい。取って、頑張って、私このままちょっとふわふわしとく。こっちだ、ふわふわしとくから。これね、でも慌てんでもあの箱が動くから、うん、安全になったら復活するね。そう、これでいいのかな。そこ行ってあれ、そこどうやって割る。あるじゃ割る風船割るかどうか聞いて。はいよ、どうぞ。ちょ、待って、あのね、上行かない。あの風船の人はね、ボタンを押したりするとキャラクターに近づいていっちゃうんで気をつけて。よし、あれを取らないと。よし、キャッチ。風船で居続けるっていう手もあるからね。名人に壊しまくってもらう。うまい、名人、最高。ここ安全地帯なのかな。どうなの。おー、危ねた。上行くよ。あ、早速名人生まれた。ちょっとこれ来てる、エキノコいいの。もうこれもうこの上扉ありますよ。3人で頑張っていただくしか。よいしょ。これ開けたらええの。もうそう、まあ開けてください。開けたらみんな行けるかな。開けたらみんな来ますね、大丈夫です。開けた、開けたらみんな行けます、ね、よっしゃ、よっしゃ、手に汗握り、わー、あー、注目じゃんじゃないか。どうしたらええんだこれ。どうしたらええんだ。あとね、くる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 作戦来るよ。くるくる作戦、多分ねこいつね怒ってね、くるくるね回ってくるじゃん。この間は上からでいいんだけどね。これこの、あ、ごめんなさい、あかんのね。ちょ、キノコちょうだい、名人。取って、お、うわ、いい、イエー、おいつ飲んでもらって。サブキャラ同士がやったよくわかんないけど、終わった。これで僕はコンティニューで復活できる。はい、なるほど。え、ということで続いてはルイージモードに行きます。やっと復活したのに、うん、寂しそう。カンちゃんやってみる。いいんですか、はい、ありがとう。かやるか、変わるいいですか。やった。 あ、同じや。黄色や。何ですか。黄色のキノコや。キノコ、了解です。
じゃあ名人がカンちゃんに代わって、そう柳原が代わりに変わりました。はい、お願いします。で、4人で、で、じゃあキャラをもう1回、まだ、まだ選べるみたいよ、ね、キノピコ山本です。キノピコ、やべ、まあ、ルイオがトッテンがいいな、ルイージモードなんで、じゃあルイージしかない、トッテンがいいな。あら、これこれはていうことは河合が取ってんの？はい、取って、はい、カンちゃんキノピオ、はい、ルイージが僕です、千代丸さん、はい、キノピコ、お姫様になってよ。全員にすればっていうのはなんかえらマリオ、うん、え、またいない、あ、帽子、あ、マリオ帽子、あ、マリオもう殉職したみたいになってる、ね、一人ってキャラは被ることできないんですよね。あ、100秒ってやつこれ、100秒以内に行けってやつ？そうなの？いや、もうちょっと長いんじゃないの？ 100 は短すぎるでしょ。マリオ200とか、うん、多分指示出るやろね。ね、おお。いや、なんだかんだ優しいよね。変わらずだ。ちゃんとね、ピーチ姫を安全な場所に置かしてあげてからなんだから。常にピーチ姫が好きなんやな。そう、大好きなんだよね。なんでそんなにクッパはピーチ姫が好きなんやろ。まあほぼ一緒に過ごしてますよね、マリオより。下手したらね、ほんまにマリオより長い間、長いそうですよ、うん、あ、いた、取っていた、取って、走ってきた、走ってきてるじゃん、走ってんねん。マリオよりもクッパの方がピーチ好きなんだろうな。これはルイージモードはなんだよ、ジャラコだな。時間制限かな、さっきの曲を生かして、ちょっと難しいんでしょ、ルイージモードがね。あ、そうなんだ、はい、だからちょっとね、見てみないと。え、コクッパってピーチの子？うせやろ、違うでしょ。何その妄想、やばくない？おかしいよ。クッパ、クッパ多分卵やろ、こいつら。コクッパってピーチの子やでって、こいつら卵やろ。マリオよりもクッパの方がピーチ姫好きなんだろうなと思って。行きましょう。はい。もうマップは同じどんぐり平原ですよね。ですね。あ、時間が200ですよ。あ、200秒。あ、さっき300くらいですね。あ、むずい。あ、超滑る、超滑るんだけど。気をつけて。え、滑る？キノコ取ってほしいの。よし。一個取ったよ。ピーチ姫。一個取ったよ。鳥、あー、黄色のキノコの人ね。カンちゃん何してんねん、うん、取れない時もある。これいいな、空中浮揚みたいな、ねえ、うん、カンちゃんギリギリやで、ワンちゃん、カンちゃんめっちゃ飛んの。かわいい、あ、ありがとう。ちょ、サクサク行かない。え、誰か置いてかれたよ。選ばれしが置いてかれしになってるから、待ってあげて、はい、はい、はい、いいよ、はい、いいよ、いいよ。あ、ちょっと、なんか来てるで、後ろから。あ、滑るね。滑るっていうか、うん、取ってん邪魔だな。取って何もできないしね、みんなから突き飛ばされるし、割と難しいですよ。カンちゃん、あれ上から行かなかった。あ、わかります。それ、それ、キノコ、キノコ、カンちゃん。キノコ、そう。うまい。ナイス。落ちるだけだし。おうおうおう、行くね行くね。あー、危ねえ。取って早く。大丈夫だよ、俺俺俺俺。行くぞ行くぞ、俺。行け行け。おおおおおおすげえ、ミラクル、ミラクル来ました。一番上触るとワンナップなんだ、うん、すごい、非協力プレイだよ、非協力プレイ。確かに非協力プレイだ。奇跡的やで、今誰も何も意図せず、誰も山本ちゃんを割ろうとしてなかった。お、揺れ動く地面の、ね、揺れ動く地面のなんとか、うん、足遅いのか、マジで。アテナ、アテナ、誰か、はい、1個取ったよ、はい、ピーチ、
ピーチまた取ったねーって特別なのに。これ下踏まなくか。買おう買おうか。あ、あれ取れるで。あそこは出てくるな、キノコ。一人一個だからね、一人一個だからね。これファイヤー出るで、ファイヤー。出るファイヤー。出るファイヤーみたいな。トヨタ車か。かんちゃん取って、かんちゃん取って、左左左。かんちゃーん。あと、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 あと。おすげえファイヤー。いいね。ファイヤー姫。いいね。はい、行ったよ。かんちゃん無理、かんちゃん無理。かんちゃん無理、おセーフ。あー、かんちゃん今。いけいけ。おー。いけ。倒しとくよ。そこ。おー、ナイス。そう、髪気をつけて。かんちゃん。チャンス。早っ。今だ今。チャンス。かんちゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。今今今。押さないで押さないで。これちっちゃい人あの用にちょっと取って取って、ああ俺が取っちゃった。すいません。揺れますね。ここで待とう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 、待ってるよ待ってる待ってるよ今今そう、うん、さあ来るよ来るよ来るよ、取ってる取ってる、もう取ってる、取ってもうほっとこう、取ってる上に、ああ難しいな、取ってほっとくの、うん、近づいてくる、あやめて、あ時間が時間が今だ、うん、あーだーちょっと、もうどれが自分か分からなくなっちゃう、危ない、時間が時間が、取ってん勝手に俺の割らないで、ああすいません、いけいけいけ、上がれ上がれ、うん、上がれば、うん、上がればみんな上がれる、うん、無理して上がってこなくても自動だから大丈夫よ、あもうゴールじゃない、はい、ゴールだった、80、あれは譲られー誰か、あ、だめ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 、せーの、ちょうどすげえ、かんちゃんすげえな、キノコ取ってデカなって最上段、すごいすごい、いいよいいよ、いやでもいいんじゃない、いいんじゃないじゃない、まあね、ちょっと取ってんはずっとバルーンの中にいてもらいたい感はあるけど言われてるぞ、まあまあ、クロギークミー、でこれも上行きますよ。上行きますか？事件が。ここね、事件起こってるのはまあまあ。あ、クッパの旗に変わった。え、でも時間ある？あの右の方のやつも見てみたいですよね。あ、ミニゲームね。うん、ミニゲームも。ます？時間あるんだったら。はいはい。これね、多分ね、アイテムルーレットかなんかでしょう。あ、おい、何が入ってるかわからないよ、はい、みたいな。シャッフルするの。どれだ？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 はい、これはもうカンちゃんに任せましょう。はい、どれでしょう？端っこと端っこね。端っこと端っこ。端っこと端っこ。はい、せーの。ドン。おお。カンちゃんすげえ。やったー、いただきー、めっちゃアップするやん、すげー、なんだ今の、さっき言っとけよかった、今3アップぐらい、なんかそんな感じだったですよね、うん、どういう理由で、いや、アイテム取ったからじゃないですか、月じゃないの、月が3アップ、うん、全員、うん、全員、ほんまや、あっちっち歯車の砦、あーあっちっちが加わってる、さっきのとこだ、そっか、当然火もダメなんでしょ、あれ当然でしょうね、ね、あーおー、難しくなってる、ハテナ取りたいところですな、皆さん叩いてみましょう、ギリギリよ、叩いてくれ、ちょっと火が怖くてね、どうしても火がどうしても怖かったんだ、怖かったんだけど、すげえ、僕は命をかけて身を挺して、ええ、だから本当はあれを取ってんがいけばいいんすよ、まあ、あ、そうじゃん、そういうことや、
火も大丈夫なんですか。火大丈夫じゃないの。あ、俺のシャボン玉には触れなくていいぞ。はい、ほら火全然 OK で取って。いただきます。完成、いこうか。うまい。あー取ってんに触られちゃった。どうしたらいいんだ。取ってんに触られた瞬間に火に燃やされた。かんちゃん左ちゃうか。左かんちゃん先スタッフに焼きキノコって言われてたぞ。気をつけて。あー触んな触んな。あーこんなところ下の方でなんで生まれさすの俺を。なんで生まれたばっかりで。ダサいおさみたいな。さあさあ行ってください。誰かかんちゃんどこ行って。誰か行ってください。かんちゃんかんちゃん浮いとけずっと。あーわわわわ。足落ちた。やばい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 。取ってん落ちてん。あーやばいよ。あのかんちゃん、あ生まれないと、誰か生まれないとやばいやばいやばい。これね、あの全員がねこの画面の中からねいなくなってしまうと大変なことが起こる。大変なことが起こる。はい、もう取れ。だけどもう振るしかない。もう落ちちゃった。振ると寄れるんだけどね。振るとあの味方に寄れるんですよ。タイミング大丈夫。はい、あクラウンあるで。レモンちゃん。ありがとう。アシストをしました。ありがきゃ。かんじゃ左。来てる。ちょこらさん来てる。敵だったのあれ。味方の集落かと思ってた。集落って何。どこの、なんてことをしてくれたんだ。どこの町行ってんだ。ピンクのキノコの方。時間。あ、オッケーオッケーオッケー。時間がないから、もう走るぞ走るぞ。右に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 。どん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 。とにかく扉を開けるんだ。扉を、よし。はい。オッケー全員だ。じゃあちっちゃい、みんなちっちゃいよ。かんちゃんもうボート見とけ。近寄っちゃダメよ、近寄っちゃダメよ。かんちゃん、まあ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 今あかんからね。はい、今チャンス頑張れ。あーおー、ナイス。すげー。いないけど。いやいやいや、やっぱりこのね協力プレイは面白いですよね。はい、続いてはですね、はい、コインバトルモードに行きたいと思います。コインバトル。バトルってことは僕たちが戦うんですか。そういうことになりますね。今まで仲間だった僕たちが。うん、はい、はい、あーごめん、やめて、ゲームをやめるでマリオモードに戻りの、うん、コインバトル。なんだコインバトル。まずキャラクター選びましょう。キノピコ。キノピオ。じゃあもうルイージしかないか。トッテンはちょっと何もできないからいいや。あ、色味いいですね。チーム戦で、チーム戦でまずは個人戦で行くんだね。うん、はいはい、どんなんかね。うん、ランダムで行くか。ランダムだと3回やらなきゃいけない。1番から1番から、うん、はいはい。コインをたくさん集めた。コインを取ればいいんですよね。コインを取りながらゴールを目指すと。あ、動くのね。あのデカコインスクロールして消してやるぜ。マリオ史上一番強いと呼ばれているあのハンマーなんとか。どんどん進んでやる。なんだあのデカコインを俺に取らせないきた。最後ソーンとした。めっちゃコイン出てくる。無視しろ無視しろ無視しろ。そんなことありだよ。バトルだもんね、だってね。指揮
一生命にかけてまで答えてる。あー危ない、あーやばい、叩いちゃった、あー待っちゃった、死ね死ね死ね。なかなか任天堂のゲームでね、その言葉使える人も珍しいです。やった、最低やな。あ、ゴールだ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 、おおいいや、一人でゴールする。ひでえな。いやもうほんと最低。さあこれで結果がねえ、どうなんだろう、もうこれで終わりなの。あ、やったー、うわえ、お、ボーナス、お、あ、やった、イエーイ、あ、ちゃんと残念な顔してる、残念な顔してる、かわいい、やったね、すげえムカつく。次はチームで次チームバトル、ちょっとこれ誰と誰がチーム組むかでさ、ね、この後まだコーナーあるんだよ。これどうしたらいいの、どうすればいいの。1位と4位、いやそんなのは関係ない。いやもうこれでいきましょうか。山本さんどれでしたっけ。ピーチです、ピンク、じゃあ俺がこっちなの。いやいやいや、アホな丸バツクイズちゃうねんから。いやこれで OK かわいそすぎるやろ。いやこれでもうバランス取れるんじゃない。じゃあもう向こう行けないよ。マリオって誰、マリオって誰、僕です。ちゃんと分かれて。いいこれでもう、あもう最強チームでしょ、ね、キノコ対、うん、キノコ対ブラザーズ、ね、ブラザーズ、わかりやすい見た目もね。これはどんなやつ、これも一緒でしょ、コースが違うだけなんじゃない。これはだってもう、あ普通のやつか、何よ山本ちゃん、もう勘弁してよ。あなんか昔のマリオブラザーズを彷彿とさせるようなね。山本ちゃん早く俺を戻して、俺はこのこと熱いんだよ、山本ちゃん早く俺戻してくれ。私のって何よ。これ私の、これ私のって、お前そういうゲームで人間性わかるな。いやこれは本当なんか一番最初のマリオブラザーズ、これどうやって滑らすんだろうね。 R でもやつなんだ、え、え、終わり、上に行った、上に行く、うわー、マリオ割るな、マリオ割るなよ。あー自分が割っとけ、ゴールしちゃう、もうゴールだ、ゴールしちゃう。もううちの相棒怖い、うちの相棒言うこと怖い、毒キノコや、バンでも毒キノコや。めちゃめちゃやん言うてること。いや勝ったかな、勝ったかな、キノコチーム。あんな最低のこと言い続ける。あら、つまり、つまり、わわわわ、なんか最後のチーム、イエーイ、キノコの勝ち、イエーイ、やった、イエーイ。いや俺こんな初めてハイタッチがこんな怖いの。はいはいはい、タッチやった、はいタッチ、はい、楽しかったですね。めっちゃやね、やむちゃんも気ぃつけや。ゲーム時のコメント気をつけます、殺せとかさ、これ私のとか悪な、置いてけ、先行くぞ。もうほんま山登り一緒に絶対行きたくないタイプやわ。ごめんね、そうしよう、ごめんね。見てみよこの横の大人の山本ちゃん見る顔、見てみ、楽しかったよ、ね、ほら見てみ、楽しかったよ。ほんまか、僕をシャボン玉の中に閉じ込める気だったんですよね。そうですね、戦力ですから。すごいわ、うん、悪な悪な。僕が取ろうとしてた大きなコインを取る瞬間にスクロールさせましたよね。もう先に進んだもん勝ちだと思ったので。
2人ともブラックってどういうことやねん。はい、ということでございまして、いや面白かったですね。面白かったね。まあ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 、まあ、安定のね、あのキャラクターが可愛いからなんかちょっと笑えるしね、うん、なんかこう、まあね、やったやられたみたいなのは当然あるし、待て、まあ、松田先と女みたいなあっても、まあでも言葉遣いは気をつけた方がいいですね。響いてますね、うん、ごめんなさい、はい、いや大丈夫ですよ、うん、はい、ということでございましてね、ぜひぜひ皆さんもね、これね楽しんで遊んでいただきたいと思います。さあ、ここからお知らせです。かんちゃんお願いします。はい、任天堂スイッチ用ソフト「ニュースーパーマリオブラザーズ U デラックス」は任天堂からパッケージ版もダウンロード版も現在発売中です。はい、はい、ということでございます、うん、さあということでここまではニュースーパーマリオブラザーズ U デラックスを皆さんでプレイしました。こんな感じで皆さんもぜひね遊んでください。はい、ということで本日の電人天国本日の電人天国電人天国会でえらいベラメンになってしまいましたね。本日の電人同好会はこれにて解散。ありがとうございました。目指せ大冒険。